はい、ユーデックスです。このチャンネルはですね、多肉専門バラエティ番組ということで、多肉植物の紹介をしたりですね、またお店の密着をしたり、またですね、楽しい企画満載ですのでね、ぜひよろしければチャンネル登録をしてご覧ください。はい、じゃあね、早速今回何をしていくかと申しますと、前回ね、アロエ専門店アロエリットを立ち上げましたということで、これからね、いろいろなアロエの、ね、お得な情報とかね、栽培方法などね、どんどんお知らせをしていきたいなと思っているんですが、今回は春先に向けての管理の仕方についてお話をしていきたいなと思っています。春先に向けての管理の仕方っていうのはですね、今回はこの置き場所についてね、皆さんにお知らせをしていきたいなと思っています。はい。この春先に向けてっていうのはものすごく、実はね、すごくこの植物を栽培するにあたってすごく重要なポイントでありまして、やはりね、夏場とかね、そういったこれからね、4月、6月までの成長期にあたって、この植物もね、冬を乗り越えて、やっとね、こう成長期に入るわけですが、こういった時期にね、意外と失敗したりとか、株のね、調子を悪くしてしまった経験をされた方多いんじゃないでしょうか。まあそういった方もね、この春先に向けての置き場所もね、今回ちょっとね、いろいろなヒントになれば嬉しいなと思っています。アロエに関してですが、アロエの情報ってね、やはり少ないですよね。なんでかというと、アロエを育てている方が少ないっていうのが、事実なんですが、ね、このね、動画ではね、このアロエについてちょっとね、スポットを当てていきたいんですが、アロエはね、アガベとかサボテンとかで、ね、多肉植物、エケベリアとかですね、と同じように、カム植物に当たるんですが、多肉植物育てている方はね、よくご存知の方多いと思いますが、基本的に、実は太陽光って直射日光をね、そんなガンガン当てなくてもいいんじゃないかってね、思ってる方もよく多いと思うんですが、結構ね、開根植物を育てている方とかは、結構ガンガンにね、もう太陽光を当てるっていうイメージを持ってる方も多いと思うんですが、結構ね、サボテンとかを育てている方はよくご存知だと思うんですが、実は半日陰であったりとか、自生地では岩場のね、少し半日陰のところにね、植わっていることがね、多いです。なので、アロエに関しても同じなんですが、これ結構ね、太陽光をしっかりガンガン当てるというよりかは、まあ、心地よい柔らかい光を当てるっていうことがね、すごく栽培においてすごく重要です。で、この春先についてもですね、置き場所なんですが、結構ね、このリハビリ時期なんですよね。こう冬場ね、すごい寒い日本を乗り越えて、これから成長期に入る時のこのリハビリ時期なんですが、なのでアロエに関しても同じなんですけど、アロエは特にですね、このクロロフィルというね、緑色の組織。皆さんもよく植物ってね、緑色のイメージを持っている方多いと思いますが、このクロロフィルがね、光合成をしてくれる組織になるんですが、このクロロフィルの組織っていうのがアロエに関しては冬になるとね、紅葉します。色がね、紫色になったり、ご覧のように赤色になったりとかして、クロロフィルの組織をあえて変色させて、ね、光合成を、抑制させています。まあというのもね、光合成をするってことは、やはりね、成長して、ね、葉っぱの蒸散とかをするわけなので、そういったことでね、株の調子が良くなったり、悪くなったり、ね、葉焼けをしてしまったりとかね、するので、冬場はね、こういった、色の変化をして光合成を抑制します。で、春先に向けて少しずつ色がね、クロロフィル、緑の色に、ね、戻ってきて成長期、しっかりと光合成ができるように変化していくわけなんですが、このね、春先に向けてっていうのはこのリハビリの時期なので、少しずつね、色が戻ってきます。アロエに関しては全てとは言いませんが、やはり外で管理している方はね、よくご存知だと思いますが、やはりね、こう色が変化して水を切っている方も多いと思うので、今これからね、もうリハビリの時期なんですよね。こうゴールデンウィークあたりまではリハビリの時期だって思っている方も多いと思うんですが、このね、置き場所に関してなんですけど、この、室内で育てている方とかね、真冬でも外でアロエをね、管理している方も多いと思うので、ね、すべてお伝えするのはちょっと難しいかなと思っているんですが、すごく、簡単な説明なんですけど、僕ですね、結構ね、もう今この時期は僕の住んでいる地域でも、昼間は20度以上であったりとか、朝方とかね、夜でももうね、10度以上です。ですが、少し涼しい風かな、ちょっとね、夜朝は、長袖がぐらいちょうどいいかなっていうぐらいなんですが、まあ、こういった時期ですね、この
まだね、やはりね、太陽の位置とかっていうのも少しずつ少しずつ、高くなっていますよね。真夏になると、太陽の位置っていうのはものすごく一番高くなって紫外線も一番強くなるわけですが、この春先というのはですね、実はすごく紫外線が強くて、まあここね、ちょっと太陽のね、いろいろな生物学的な話になってしまうと思うんですが、太陽の位置っていうのをね、ものすごくね、僕は重要視しています。この冬にから、春に向けて太陽の位置っていうのはすごくね変わってきてますので、で日照時間も多くなってきているので置き場一つでですねすごくね長い時間、日光に当ててしまったりとか逆に少なくなってしまったりするので、ね皆さんの住んでいるご自宅お庭ベランダ室内でもそうですけど太陽の位置っていうのをね、時間をね少しずつ1時間おき2時間おきでもいいので測ってみてください。これがね、朝6時の時点、9時の時点、12時の時点、3時の時点でもいいので、ポイントポイントで太陽の位置っていうのをね、少し紙かなんかで書いて、写真で収めてもいいかもしれないんですけど、そういった感じで太陽の位置を収めて、大体ね、植物が太陽に当たる時間はどれぐらいなのかな、この場所に置くと、太陽に当たるのは、大体1日6時間かなとかっていうのね、できると思うんですけど、僕はですね、この時期はリハビリの時期っていうのが前提なので、朝6時から昼間12時まで、太陽に当てるというイメージです。ただですね、直射日光と言いますよりかは、ね、半日陰です。僕はですね、結構ね、遮光ネットを置いたりとか、軒下とかですね、そういったところで管理をしているんですが、ね、朝6時から12時まではそういった半日陰、半分遮光したところで、ね、太陽光に当ててリハビリの時期、タイミングを測っているわけですが、昼間からはほぼね、日陰に当たる場所に置いております。はい。っていうのを参考にしながら、皆さんもね、こう、ご自宅の中で置き場所、朝6時頃から12時までちょっとね、室内の窓辺に置いてみたり、で、昼間からは少しね、太陽がずれて、こうね、もう半日陰のところに置いてあるイメージとかですね、ベランダに、ね、栽培されている方も、朝6時から昼間、12時の6時間ぐらいまではしっかり太陽を当てて、昼間からは少し太陽に当てないように、強い紫外線を当てないように、置くというね、参考にするといいと思っています。まあ、こういった感じで、今ね、この春先に向けてっていうのは、リハビリの時間で、このね、緑の組織、クロロフィルも少しずつね、元の色に戻ってきているという時期なので、このね、色の変化に気づくのもすごく大事かなと思っています。以前もね、色の変化っていうことでね、お知らせをした動画があるんですが、アロエはね、本当に色の変化が多い植物だなと思っています。僕もですね、サボテン、アガベ、ディッキア、エケベリアなどいろいろな多肉植物育てていますが、ここまで色の変化が起こる植物っていうのはないんじゃないかなと思っています。一番多肉植物の中でもアロエがね、色の変化が多い。逆に言えばヒントを与えてくれているなって思っているので、このね、色の変化に関して、どん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 ね、やっていますね。なので、このね、この色の変化をまずね、気にしながら、置き場所についてね、皆さんもね、どん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 、ご自宅の中でね、参考に、いろいろと、置き場所を変えてみて、ね、日照時間に関してもね、少しリハビリの時間だから、少しずつね、太陽に慣らしてあげようということで、置き場所を変えてみたらいいと思っています。特にね、アロエは、本当にね、あまり太陽に当ててしまうと、簡単に葉焼けをしたりとかしてしまいます。で、この、アロエのね、この特徴もあるんですが、今後ね、またこの、葉焼けをしやすいタイプとかっていうのも、僕自身が育ててきて、いろいろとね、発見があったので、こちらをね、次の動画とか、またね、今後お知らせをしていきたいなと思っていますので、ぜひね、そちらもご覧いただけると嬉しいです。はい。まあ、今回はね、このね、春先に向けての置き場所についてね、少し簡単にお知らせをしていきました。なので、朝6時から昼間12時ぐらいですね、ちょっとリハビリ時間ということで、このね、少しずつ太陽光、光合成にも慣れてもらう、クロロフィルのね、緑色の色に戻るというね、時間を踏まえて、置き場所をね、皆さんもね、変えてみていかがでしょうか。はい。今回もね、この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録とね、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。